サーハンベシャラ・サーハンはパレスチナ系アメリカ人で元アメリカが州国司法長官で大統領候補であったロバート・ケネディの暗殺犯イギリス統治下のパレスチナ・エルサレムで生まれたサーハンは12歳の時に家族と共にアメリカのニューヨーク州に移民した。その後カリフォルニア州に移ったサーハンはパサデナシティカレッジを卒業後の1965年に サンターニタパーク競馬場に就職した。詳細は、ロバート・ケネディ暗殺事件を、参照1968年6月5日に、民主党選出の大統領候補で、元司法長官でもあるロバート・ケネディが、ロサンゼルスのアンバサダーホテルの宴会場で行われた、予備選の祝勝会で演説した後、会場を出るための近道として、調理場を通る途中に、サーハンが22口径の銃で、 ロバートを撃ち、さらに周辺にいた5人にも、重軽傷を負わせた。サーハンはその場で無傷で、取り押さえられたものの、ロバートは右脳を損傷し、翌6日、早朝死亡した。サーハンベシャラサーハンのマグショットサーハンが、犯行前に書いていたとされる、イスラエルを避難した日記その後サーハンは、暗殺動機を、ケネディが、親、イスラエル的言動を行ったためと発言したものの、 その後、銃撃の瞬間のことは覚えていないと発言したことや、銃撃後その場から逃げようとするどころか銃を構えたまま、立ち尽くしていたなど、不自然な言動。また、銃撃直前に、サーハンが、ホテル内のバーで会話をしていた、白人女性が、なぜか、事件後に衣服を事件現場周辺に脱ぎ捨てたまま、姿を消したほか、ロサンゼルス市警察が2000枚以上の証拠写真等を、 なぜか、焼却廃棄し、早々に捜査を切り上げるなど、捜査状況についても、不審とされる点が多い。さらに、複数の研究者が、目撃証言や解剖結果、弾道解析を受けて調査した結果、サーハンが銃撃したという捜査結果と矛盾する点があるという結論に達したなど、現在に至っても、サーハンの単独犯行説に異議を唱えるものが多い。 その後行われた裁判で、サーハンは終身刑となり、数度にわたり裁判のやり直しを求めたものの全て却下されている。なお、サーハンは1989年にインタビューに応じ、銃撃の瞬間については覚えていないものの、自分が犯人であると述べている。現在はカリフォルニア州のプレザントバレエにある刑務所に収監されている。 ボビー・ケネディ暗殺から40年2008年6月6日、AFP。ありがとうございます。